アイテム番号 SCP-184-JP。 オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル。現在 SCP-184-JP は根元から撤去され、サイト8181内の収容施設 21A に移送され管理されています。 21A の扉は常に施錠された状態にしてください。この扉を解錠できる権限を持つのはセキュリティクリアランスがレベル2以上の職員に限られます。なお、実験 184JP-005 を最後に SCP-184JP を使用した実験は一時的に凍結されています。説明。 SCP-184JP はのに存在したコンクリート製の電力柱です。電力会社が派遣した点検作業員の不審な死が財団の注意を引いたことで確保の対象となりました。 SCP-184JP の異常性は、人がそこに登り足場ボルトの最上段に手を置いた際に発生します。そうした場合、その人物以下対象と表記、足場ボルトに手をかけた状態で強固な硬直状態に陥ります。呼吸や瞬きなどの生命活動は引き続き行っていますが、対象と直接コミュニケーションを取ることは不可能になります。対象を足場ボルトから引き離し SCP-184JP から下ろす試みは、すべて対象の死亡という結果に終わっています。硬直状態に陥った後の対象は、まるで自身が非常に高い位置におり、どの程度の高さなのかは、対象によって見解に個人差が見られています。そこから地上まで伸びる SCP-184JP の足場ボルトの最上段に手をかけた状態にあるとの主観状態に陥ります。一度この状態になった対象を回復させる方法は、現在に至るまで発見されていません。音声記録、実験 184JP-002、日付、2000年9月3日。任務。音声通信装置をつけた D3321 が SCP-184JP に登り、最上段の足場ボルトに手をかけます。記録開始。博士、D3321、一番上の足場に手をかけろ。D3321、わかった。よし、かけたぞ。風切り音と思われるノイズ。クソ。博士、どうした？状況を報告しろ。D3321、なんでだ？さっきまでこの電柱、こんなに高くなかったはずだろ。博士、何を言っているんだ？ D3321、電柱がいつの間にか信じられないほど高くなっていて、もう地上が見えない。俺はそこの一番上の足場にいる。博士、私たちからは君が足場ボルトに手をかけたまま、単に静止しているように見えるが、口も動かさずにどうやって喋っているんだ。D3321、嘘だろ。今、俺はそっちと話しながら必死に降りようとしているとこなんだぞ。博士、そちらの君は、地上何メートルくらいにところにいるんだ？ D3321、知るか、雲よりは高いところだ。クソ、風が強くて振り落とされそうだ。博士は下にいるのか？博士、通信ができているということは、おそらく、確かなことは言えないが。36秒間、D3321 の吐息だけが聞こえる。D3321、ダメだ、手汗で滑る。今、ようやく一番上から20メートルくらい降りたところだ。博士、地上まで行けそうか？ D3321、無理だ、丸一日はかかる。ヘリコプターか何かで俺を回収してくれ。手が震えてきた。足場が鉄だから冷たくてしょうがねえよ。博士、さっきも言ったと思うが、私たちからは君が単に電信柱の上で立ち止まっているようにしか見えないんだ。
B3321。待ってくれ。じゃあ、俺はどうしたらいい？もう手の感覚がないんだ。足も震えてる。もう、これ以上は降りられない。ただただ落ちないように。ここにしがみついてることしかできないんだ。博士、ああ、私たちは君が単に幻覚を見ているだけだという結論に達している。そもそもそんな高さの電信柱なんて、あってもすぐに倒れてしまうだろう。さあ、こちらの君の下に防護用クッションを敷いておいた。たかだか10メートルほどの高さなんだ。落ちてみろ。B3321。本当か？これは、ただの幻覚なのか？博士の言葉を信じていいのかわからない。高いとこにいるせいか。息をするのも辛いんだ。俺にはこの感覚が現実にしか思えない。博士、だが、ずっとそこにいるわけにもいかないだろ。どうせ落ちるなら、今落ちてみろ。B3321。は、わかった。手を離すよ。博士、ああ、帰ってこい。この通信の後、風切り音と思われるノイズ。B3321 の悲鳴が聞こえてきました。それからおよそ41秒後、大きなノイズとともに B3321 からの通信が切れました。しかし、実際の B3321 は依然として SCP-184JP の上で硬直した状態のままでした。職員が高所作業車により D3321 を回収する際、彼がすでに死亡していることが明らかになりました。その後の解剖の結果、D3321 の死因は心肺停止であり、死亡時刻は D3321 からの通信が切れた時間と一致することが判明しました。なお、自由落下状態にあった D3321 が終端速度に至り、そこから落下にかかった時間を考えると、SCP-184JP は少なくとも2200メートル以上の高さがあるものと考えられています。音声記録、実験 184JP-005、日付2000年9月19日、任務、防寒装備、レスキュー、パラシュート、模擬訓練を受講済み。音声通信装置を所持した B4650 が SCP-184JP に登り、最上段の足場ボルトに手をかけます。B4650 破壊所に対する恐怖心が他の D クラス職員よりも薄いため、被験者として選ばれました。また、職員が高所作業車のゴンドラに乗り、B4650 のすぐ側で待機、観察します。記録開始。博士、では、足場ボルトに手をかけてくれ。下を見ながらだ。B4650、了解。風切り音のノイズ。B4650 が息を呑む音。博士、なんだ？何が見えた？B4650、いや、一瞬めまいがして、次の瞬間にはもうここに。博士、ふむ、そうか、じゃあ次に、腕につけた気圧高度計を読み上げてくれ。B4650、ノイズ。高度はだいたい3800メートルくらい。気温は、2度だ。博士、ん？職員がクレーンの上で君のつけている高度計を見ているが、こっちではそう表示されていないな。よし。では今から君を回収する。B4650、ああ、頼む。風も強くて凍えそうだ。博士、少し待て。今、下ろしてやるからな。B4650、おい、クソ、やめろ、待て、あんたらか？見えない何かに引きずり下ろされそうだ。博士、大丈夫だ。こっちで職員が君を支えている。B4650、頼む、やめろ、落ちそうだ。博士、落ち着け。B4650、ダメだ、落ちる。風切り音のノイズ。
博士、落ちたのか？ならパラシュートを開け。B、4650、ノイズ、開いたぞ、クソ、とどめろと言ったろ。博士、そのまま地上に降りたら状況を報告してくれ。B、4650、そっちの俺はどうなってる？博士、一応、生きている。硬直したままだが。B、4650、そうか。35秒間、風切り音らしきノイズが続く。B、4650、そろそろ地上だ。博士、何がある？ B、4650、今のところ、変わった様子はないが。博士、そっちの下にも我々はいるのか？ B、4650、ちょっと待て、着地体勢に入る。B、4650が地面に着地した際に出たと思われるノイズ。ああ、嘘だろ。博士、なんだ、どうした？ B、4650、地面に着いたが、クソ、頼むよ。あんたらが下はこんな風になってるって言ってくれてたら、俺は、B、4650がすすり泣く音。博士、おい、B、4650、何があった？報告しろ。B、4650、上にいた方が良かったじゃねえか。その直後、パチン、という大きなノイズ音と共に B、4650との通信が切断されました。それと同時に、回収されていた実際の B、4650も心肺停止により死亡したことが確認されました。現在、これ以降の実験の継続は一時的に中止され凍結されています。